お菓子でも食べて一息ついたら？一皿持ってきたんだよ。こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。原神始めていきましょう。ということで107回目ですね。あっという間に。炎スライムは塩コショウで、やっぱりニンニク味がいいかな。ツイッチで配信を行っています。ぜひツイッチ、アクセスお願いいたします。そしてアカウントのフォローもチャットコメントもぜひしていただければ嬉しく思います。ツイッチアカウントフォローライブウォッチ&チャットコメントプリーズ。アーカイブはですね2日後つまり7月2日の21時ぐらいに、YouTube に上げる予定です。その YouTube のチャンネル Twitch のチャット欄に記載してますのでアクセスいただいてぜひフォローいただければと思います。アカウントのサブ、チャンネル登録高評価いただければと思います。YouTube、アーカイブアップチャンネルアクセス&サブスクライブド&グッドボタンプリーズ。そしてツイッターもやっております。こちらもツイッチのチャット欄に記載しています。アクセスしていただきましてまだお方フォローお願いいたします。ツイッターアカウントフォロープリーズ。さあもう今回何をやるかですね。なんか知略の本流、最近大量のモラいいな。やってみるか。あれでも全然遠い。さすがに最初のとこからやっていかないとねいけないですね。目地脈の花、目ケージの花ですね。ケージだけじゃないですが、クラガネ、ケージがモラで、モラだったっけ。いや、クラカネ違ってたらごめんなさい。じゃあ、やれるだけやっていきましょう。まずモンドから。なるほど、ここか。じゃあここに行けばいいってことか。で、
あ、主人公もいいんだけど、早くノエル。嬉しい。あ、いえ。ノエルをレベル上げたいな。突破には結構なお金がいるんですよね。これなんだ。まあノエルを突破もそろそろいる。お金もいる。無双の岩。無双の岩をがドロップしろって言ってますね。で、これで間に合いますね。ここっぽい。はい、ここ、あ、ここだ。すまんすまん。よっ、任せてください。雨のような、よう、熱々でしょ。これこいつはどうだ、うん、頼んだわよ。話が通じないなら注文してる。ラスト。風邪ひくなよ。これルオパー、よっけ、百発百中。こいつはどうだ。倒した、倒しましたね。天然樹脂を使うのでこの辺気をつけないと。ちょっと待って、イベントで、これは知らん。これなんだろう。まだちょっと無理だな今は。追加ドロップしてくれるんだ。確率ドロップ、2倍ドロップ、まあいろいろ獲得できますね。お金ももらえるんで、ここは行きたい。お前って本当の風だ。帰る。ドドリアン。あ、いろいろ落ちてますね。キノコ拾ってもしゃあないし。お前ってほんおとなしくしやがる。綺麗にしませんと、ウサギ伯爵。かけっこしや。どこ？こいつはどうだ？
死んだ。あ、ここじゃないんだ。ここじゃないんだな。ここなんだろう。これで間に合いますね。なんだろうな。集落じゃないかな。昔戦った場所だっけ。あれ、なんで。助けが必要な方がいるはずです。いるんだ。まあ、アンバーで落とそう。焦点が。どこにいるんだアンバー。いた。熱々でしょ。おとなしくしやがる。とんでもないことになってる。でもここじゃないんだよな。反対側か。あれか。こいつはどうだ。もう逃げ道はないよ。スオパー。おとなしくしやがる。斜め切ったのさえできません。お前はええ。それ。これ。風邪ひくなよ。どこにいるんだあいつ。本当に私物百発百中。こいつはどうだ。綺麗にしませんと。あ、狙えてる。おとなしくしやがる。やりました。はい。お、なんか、お、倍ですね。3万6000のモラだったのが7万2000のモラがもらえるようになってます。これは嬉しい。お前ってほん、これは無理だ。だから、一回風立ち落ちに行って回復して、次イベントで、ここか。あ、嘘。なんで。そんな。
重さは安心できます。料理の時間だよ。こいつはどうだ。ピュン、頼んだわよ。これやっ、この瞬間お前は永遠を手にする。師匠の技を喰らいなさい。オッケー、とっとついてきたんでびっくりしました。でもここじゃないんだな多分。あれ、熱々でしょ。雨のような。よう、こいつはどうだ。おとなしく仕上がる。グオパー、火を吹け。これはっ、風邪ひくなよ。もう逃げ道はないよ。熱々でしょ。かけっこしましょ。すまんすまん。料理の時間だよ。雨のような。よう、おとなしく仕上がる。おとなしく仕上がる。やっ、もう逃げ道はないよ。これでもう残り回数ゼロってことか。冒険の経験値などをみんな稼いだ。お前って本当？あ、もう追加の3回だけなんですね。要するに2倍チャンスってことですよね。さあ、どれをやるかちょっとやってみるか。うん、熱気球はあんまりやりたくないからな。めんどくさい。今の子供たちやってみるか。空飛ぶやつですね。あれ、どこだ。
なんでしょうね、これ採掘って、これのこと？あれ？どれだっけ？間違ってる？あ、さ、これサブクエストなのか、みんな。森林書2章の。夢の苗畑。新人書第2章。行ってみるか。こっちか。危ない危ない。なんかあるぞ。倒した方がいいのか。いやでも今の自分じゃ無理だ、まだ。これは多分こっからじゃ出られないね。紛れ込んじゃってる。だからここから出るんじゃなくて、仕上がる。なんかありますね。これどうやって登るんだっけ。
なんで敵で来るんだ。ああダメだ。ああ惜しい。こっちじゃダメなんだな。ああ惜しいな。これじゃダメなのか。行くと滑るよな。そうなんだよ。ここに登るとダメで。あ、ダメだ、惜しい。脱出しましょう、先に。すごいな。おとなしくしやがる。と、なん、どこ？この瞬間、お前は永遠を手にする。これなんだろう。ここにもあるんだ。これは上行けるな。これからこう降りていけば、あれ？なんで獲得でき、え、なに？なんで？足りない。すごいな。重さは安心で。
話が通じないならたり。ウサギ伯爵出撃。もう逃げ道はないよ。おとなしくしやがれ。え、下に山がいるのか。なんだろう。ああ。はい。なんかすごいな、スメールもまだ広いな。お前って本当にせっかちだな。上からちょっと回り込もう。こいつはどうだ。テンション76。あ、でも距離が離れちゃってる。料理の時間だよ。岩の重さは安心できます。ピュン。これアツアツでしょ。こいつはどうだ。
これまだ1個ある。この瞬間お前は永遠を手にする。こいつはどうだ。あれあいつ、そうそう、これやるべきことは、あ、草か。風属性だから草属性じゃない。結構限られるんだよな。コレとか、あとカーベとか、ティナリアとか。匂いがいいです。ついてきて。この辺なんだけどな。アランマって誰？そっか、アランマがいないと入れないんだ。次は何に、あ、そのアランマってどこにいるんだ。あいつなんかな。あいつがアランマのわけないよな。敵だよな単なる。仕上がる。グオパ、これおとなしく仕上がる。百発百中。こいつはどうだ。仕上がる。熱々でしょ。痛いよ。嫌だ。それやっ。こいつはどうだ。頼んだ。グオパ、よっけ。
深い。カニいなかった今。お前って本当にせっかちだな。すまんでしょ。お前って本当にせっかちだな。この辺だったと思うんだが、あれ？そう、ここら辺なんだよな。なんでないんだ。お前って本当にせっかちだな。お前って本当にせっかちだな。すまんすまん。どっから入るんだ。こちらも敵だしな。こっちか。お前って本当にせっかちだな。
さっきの場所やん。さっきの場所じゃないかもしれんが、さっきの場所かも。あ、さっきの場所やな、やっぱり。この先進めるとこはないもんな。お前って本当にせっかちだな。なんかこっちじゃない。お前って本当にせっかちだな。どんどん遠ざかってる。お前って本当にせっかちだな。お前って本当にせっかちだな。お前って本当にせっかちだな。さっきの場所と一緒か。ここじゃないんだよな。組んでて分かりにくい。バックから新人賞を開け。
これ熱々でしょ。その中の特殊な木を、調べてみよう。ちょっとシャオリンがダメージが深い。なんで上に宝箱なんかがあるんだ。実に愉快だ。おとなしくしやがれ。お前って本当にせっかちだ。これ。ん？なんか分かりにくい。
上ってことはないだろう。お前って本当にせっかちだな。で、ここだろう。でも天守なんだよ。ねえ、解くか。こいつはどうだ。なんかある。お前って本当にせっかちだな。天守14メートル。あ、目の前にいんのに。お前って本当にせっかちだな。剣士。傘があるから本当わからないよな。まあでも時間制限はないんでゆっくり行こう。アラジンの歌ってどうやって使うんだ。アラジンの歌ってお
変装するやつってなんだっけ。でもあるはずだよな。ダイヤの演奏ってどうやってやるんだ。ずいぶんと長いしたな。そろそろ体を動かさないとカビが生えちまうぞ。騎士団の仲間たちも今じゃ忙しくて手が回らないんだ。
これパワーアップアイテムだから違うだろう。食べ物だから違うわけで、これか、ルビタライ。途中は使用できません。え、どうだこれ。これ上に上がれるわけじゃないよな。ずいぶんと長居したな。そろそろ体を動かさないとカビが生えちまうぞ。の位置。風だ。お前って本当にせっかちだな。から多分行けない。
て、古びたライアンをつかないとダメなんだ。おとなしくしやがれ。やってやろうじゃないの。風邪ひくなよ。おとなしくしやがれ。まず行く方向はこっちじゃないってことか。何か条件がいるみたいだな。草の種を これどこだ？ワープできるんだ。いや、ウサギ博
食出撃ウオパー火を吹け。はい、影響はない。おとなしくしやがる。ウオパー、これアツアツでしょ。おとなしくしやがる。この瞬間お前は永遠を手にする。料理の時間だよ。やった。こっちもあるんだ。熱々でしょ。かけっこしましょう。ここか。あれ、ワープした。なんで？あ、そういうことか。これ一階なんだ。これをなんか破らないとダメなんだ、先に。
それってどうやって破るんだ？あ、やばい。あれか。おとなしくしやがれ。どうやって破るんだ？あ、開いた。もう一回。入って。で、ここも入って。
これ外しとこう。あれ？ダメ？私はモンドの飛行チャンピオンなんだから。今つかなかったよな。方角が見えないとダメなんだ。以前ここはダメだったからな。次はあそこか。そこへ向かえっていうわけだな。あーダメだ。死んだ。で、問題はここなんだけど、こっちか。LT を押す。あれ？ダメ？なんで？LT 押せたんだけどな。ガイアで試してみよう。お前って本当に何回でも試していいから。お前もサボることがあるんだな。クローバーマークが画面中。
師団の仲間たちも今じゃ忙しくて手が回らないんだ。ダメだな。特定のキャラがいないとダメなのかな。アンバーじゃダメとか。ずいぶんと長いしたな。そろそろ体を動かさないと。メンバーって変えられないのかな。どうやらなんか草属性のキャラがいる。つまりパーティーを変えないとダメってことか。飛べる青いやつってことだよな。私が守ってやる。おとなしく仕上がる。
こいつはどうだ。ルオパーよっけやっ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 やこう夢の中入った後はパーティー編成を変えられない。で、こいつらを倒しに行く。これ百発百中。こいつはどうだ。まず1個拾って、できたライヤーで。であれを おとなしく仕上がる。これ。おとなしく仕上がる。これ。ダメなの？
ああ、そういうことか。これで開くから2つ目を拾える。で、再度こっちじゃなくてこっちへ向かう。おとなしくしやがれ。こいつはどうだ。料理の時間だよ。百発百中。おとなしくしやがれ。こいつはどうだ。グオパー、火を吹け。おとなしくしやがれ。最後のエリアでこれを開けて、お前って本当にせっかちだな。これで あ、ダメなの？いや、もう一回あれなんじゃないの？あれ？ダメ？どうやって行くんだ。じゃあとりあえずこれ外そう。先が気になるな。
そう。これなんだろう。何かあるんじゃないかと思ったんだが、何かあるわけじゃないんだよな。何もないな。ついてこれるかな。ここがわからんよな、前回も。爪の後どこに行くの？今日のパトロールはここに行ってからこっちに行く。上のエリア行ったリムコアに字が多い。リーフコアに草原光を、総攻撃当てて、今日は
え、どうなったんだ。そういうことか。これ。おとなしくしやがる。こいつはどうだ。これ。料理の時間。やった。当たらない。これも当たらないから、とりあえずこれが頼みなんだよな。私はモンドの飛行チャンピオンなんだから。ついに来たのか。嘘、死んだ。
こんにちは。すいません。ありがとうございます。来ていただいて。あ、ダメだ。とりあえず上に上がりたいんですが上がれないんです。多分全部これを破壊して出してるとは思うんですけど、上に上がれないんです。ここから上に上がれないはずだから。わかりませんか？これだったら違う。そうですか、わかりました。そこ2つあるんだよな。そういえば場所が違うんじゃないかな。いつもここで上がろうとしてるけど、ここじゃないのかもしれない。角度が怪しい。それがここの下の部分だろう。あれ、なんで？
いけないんです。だから、あそこの道を上がるしかないんですよ。キノコを探す。葉っぱが消えて、3つもあの松屋には取ってるんですけどね。が取って、怖がっているクローバーマークが出てくる。上のエリアにどうやって。道順がここしかないんですよ。でもそこに上がれないんです。なんだこれ。ここ初めて見る場所だよな。これとは別なんだ。行ってみるか。あー、ダメだ。あー、ガイアナでかいんで、ここはダメなんだな。ずっとここに行こうとしてたけど、ここではないんだ。
今一瞬光ったんだけどな。なんで光らないんだ？なんでだ。今日のパトロールはここに行ってからこっちに曲がる。字が多い。あそこがあって、さらに
上があるんだよな。でもここ上に行くにはもう、あ、違う。ついてこれるかな？あって、ついてこれるかな？この感覚たまらないよね。さあ違う。ね、あそこ働かないのがクローバーマークは近い距離だからかな。お？おー！そういうことか。つまりクローバーマークが違うんだ。じゃあマレーに飯食わせて。ボス戦ですね、いよいよ。ピュン！ウサギ伯爵、出撃！雨の予感！
となしく仕上がる。この瞬間、お前は永遠を手にする。こいつはどうだ。おとなしく仕上がる。何にも頑張ってもらいましょう。お前ってほん、こいつはどうだ。おとなしく仕上がる。頼んだわよ。こいつはどうだ。これえ、またなんか現れてる。こいつはどうだ。百発百中。あ、違う。すまんすまん。話が通じないならた、これおとなしくし、やっ、ウサギ、これならどうだ。こいつはどうだ。OK です。やりました。ついにやった。ありましたね。これワープしていいんだよな、自由に。もうちょっと見てみよう。なんだろう。
れも取ってるしな。このスライムは塩コショウでうん、やっぱりニンニク味がいいかな。これさっきの場所だよな。どうかな、燃えてるけど燃え、多分この木まで燃えるわけじゃないみたいだろうな。あんのか。まあとりあえずここへ戻っていこう。もうここには用がないってことだもんな。これの力見せてやれ。ブーメラン。え、なんで？え、なんで？あ、そういうことか。頑張った。
マジ。こういうことだ。なんだろう。ああなんか。で、チーム編成で。なんでできないんだ。違う、ここじゃない？上？上っぽい。まあ。でよ。こいつ倒し、倒す。雨のような。やお。師匠の技を食らいなさい。おとなしくしやがる。かけっこしましょう。ウサギ伯爵出撃。すまんすまん。これおとなしくしやがれ。お前って本当にせっかちだな。お前って本当にせっかちだな。お前って本当にせっかちだな。こいつはどうだ。お前って本当に。仕上がる。この瞬間、お前は栄光。百発百中。熱々でしょ。こいつはどうだ。おとなしく仕上がる。お前って本当にせっかちだな。逃げよう。すまんすまん。
つはどうだ。料理の時間だよ。風神消えるんだ。雨のような矢を。ついてこれるかな。おとなしく仕上がる。なんか属性が変わった。やりました。でもここじゃないんですよね多分。上に行けそう。
でも違うだろうな。上は上でも階層が違う上か。お前って本当にせっかちだな。サンプルを取りに行こう。開かない。これ多分バリアで。入れないだろうな。それ。いや。ダメっぽい。なんだろう。お金でした。よっ、ついてきて。じゃあ行けるの？行き止まりっぽい。あ、行き止まりじゃない。まだ行ける。なんか
いてこれるかな。私はモンドの飛行チャンピオンなんだから。わあすごい。ここに出てくるのか。なるほど。分裂した。どうかな？休めるか？休めない。ここは休めんじゃないの？休めないのか。悲しい。あ、でもここは休めたんだ。尻尾の毛がぐちゃぐちゃだ。かけっこします。疲
すまんすまん。見えないだろ。グオパー、火を吹け。おとなしくしやがれ。こいつはどうだ。この瞬間、お前は永遠を手にする。音が聞こえる。こいつはどうだ。これ実験する。魔物を倒すけど無理なんだが、めくれますこいつはどうだ。すまんすまん。話が通じないなら雨のような。ギャオはつけてくれか。おとなしくしやがれ。アランマ？いた。これ離れ合えないの？
そんなことはないか。はい、ということで、祈願ってできるんかな。ということで、ここまでかな。これも気になりますが、なんかあんまりやりたくない感じではありますね。やっぱりやり込み要素ですね、大事なのは。すごいな、ナウシカじゃない、ラピュタみたいな世界ですね。スメルもまだまだ秘密が隠されているようです。ということで、今回スメルでやっていきましたが、まだちょっとだけ、稲妻の謎は残っております。騎士団の仲間たちも今じゃ忙しくて手が回らないんだ。稲妻の謎を解くとともに、まあ 3.8 が近く上がるんで、そちらのイベントもこなしていきたいと思います。お前も寒いことがあるんだな。こんにちは、猫葉さん、ありがとうございました。ちょっと余裕がなくて申し訳ないです。また、お気に召さなく悪くなければよろしくお願いします。はい、アーカイブはですね、2日後 YouTube で上げ、アップしいたします。ぜひそちらを見てください。ずいぶんと長いしたな。 YouTube チャンネル登録高評価お願いいたします。そろそろ YouTube チャンネルサブスクライブド&グッドボタン、Twitter もやっております。Twitch のチャット欄にアドレス記載します。ぜひ見てください。毎月1
ビジット&アカウントフォロープリーズ、またツイッチでも配信して いきますので、ぜひアカウントのフォロー、チャットコメント、今後ともライブ視聴をお願いいたします。ツイッチプリーズライブウォッチ&アカウントフォロー&チャットコメントプリーズ。原神遊んでいきました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。